宮殿からこんにちは、ヨーハリキングの上田です。今日はですね、両国に今来てます。で、この弟子でもあるんですけども、弟子って言ったら、ね、失礼なぐらいもう大活躍中のですね、ハリスタのですね、院長先生の斉藤先生のに来てるんですよね。よろしくお願いします。ありがとうございます。斉藤先生です。よろしくお願いします。斉藤先生はなんか今日もサッカーしてきたんですか？そうですね、サッカーしてる風な戦術技です。地上技ですね。これ出てます。これ斉藤先生ですね、結構実はプロのフットサルのチームとかですね、活躍していて、その後、ね、治療家になったんですね。はい、今結構全国の、ね、フットサルサッカー選手見てますね。ありがとうございます。やばい選手です。これは久保君に教えたの先生ですか？まさか、まさかキングの今大活躍大活躍だね。パクられてますけど、もちろん本家なんですけど、まあ、そんなこと言ったらまたね、炎上されますからね。ということで、結構今日は、まあ、僕結構出張が多かったりもするんで、まあ、銀座もね、近いんでね、ちょっとメンテナンスに今日見てもらおうかなと思って来てるんですけどね、車でちょっとやばいんで、はい、見ていただければと思います。わかりました。よろしくお願いします。はい、ということで、GO! はい、じゃあ今度は首の動きを見ていきますね。はい、上田先生、まず首を下に倒してもらってますか？はい、もうちゃんといくよ。顎はつきますね。つく、はい、後ろはどうでしょう？後ろに倒してもらってください。ちょっと待って、こんな手じゃなかったんで。後ろがいまいちですね。でもここも後ろにやろうとすると背中が詰まっちゃってる感じがしますね。自然にやると怖い。ああ、結構ちょっと頑張るみたいな。なんでしょう、今なんかうってなった。詰まってますか？じゃあ今度はまっすぐ戻してもらって、で右の方を振り返ってください。首だけで振り向くようになりました。はい、止まったんです。止まりました。カチンとしますね。行かない、行かなそうですね。今度左に行ってみましょう。左行きます。左の方がスムーズですね。こっちは先生の肩見えます。肩見えますね。こっちは見えないですね。やっぱりソファで寝るの良くないね。ソファで寝るのは確かに良くないですね。寝ちゃうんですよ。あ、どうも。じゃあ、よろしくお願いします。健康にしていきます。はい、でちょっとここから肩のパンピングの方も入れていきましょう。ちょっと聞いてないけど。あ、聞いてないですか？もうでも始めちゃいました。どうしゃねーな、このハリスタ。ハリスタは、はい、ハリスタジアムでしたよね。ハリスタ横浜スタジアムみたいな。ハリスタ、ハマスタそうじゃなくて、はい、どういう由来なんですか？ハリスタは、ちょっと僕が考えた造語なんですけど。造語、はい、ハリって考えたんだって。すごいね。ポルトガル語でリスタっていうのをくっつけると何々の名人っていう意味になるんですよ。へえー、それにハリをくっつけた感じですね。ちょっと淡々と言ってるけど、だだだだだ、じゃあハリスタはハリの偉人、名人。はい、偉そうに。でも、これやべえ、これ。ここって俺、今まで受けたことないやん、スライダー。ないですか？あらららら、あらららら。でもちょっとひどそうですね。ここはちょっと、これ、色って大丈夫ですか？色はだいぶ焼き上がった。焼き上がったたこ焼きみたいな感じ。焼き上がったたこ焼き。美味しくないやないかね。あらら。高血すごそうですね。ちょっとなんか手が締めとるよ。手が締めてる。小指取れたでしょ。また小指取れてきたんですか？ないよ。ないです。どっか行っちゃった。今、指がもげてますね。後で話したけど。クールな声言うけど、結構すごいこと言ってるな。あらら。ダメなやつだ、これ。戻るときやばいな。ここの動きが良くなると、キングポーズのキレが違ってくるんじゃないかなと。そんなにないです。あ、そんなにないですか？右も行きましょう。左だけどバランスを。もう多分いいと思うんですよね。もういい。じゃあ皆さん、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。まだ続くんだよ、ね。はい、まだ続く。でもやっぱりこっち
時はそんな、はい、痛いな結果痛いでも確かに左よりは斉藤先生はじわ攻めだね、はい、じわじわに、あやっぱ体で感じ取ってもらわないといけない、じんわりです。ディスカランデ今日結構歌謡曲出てきます歌謡曲だからこれなんだかんだこっちもあそこそこに色ありですね。ああ、日々我々のために上田先生がいろいろやってくださってるんで、疲れはここで激落ちさせないといけないですね。あれだ、ちょっと、はい、あっち、ち、あっち、あっち。違う違う、これはゴーさんでいいんですよね。夏ですからね。あすごいひどいですね。あっち平成の夏メロン。平成今令和です。え今令和です。令和何だっけ。令和3年です。もう3年も経った。3年目です。ああ、昭和だからね。新旧、はい、肩もいい感じで、肩っていうよりはこの脇のあたりがちょっと色が悪いかなっていう。これ脇やばいね、これ。あーちっちってやつやね。じゃちょっと今スライドしてたのね、全体に乗っけていきたいと思います。猫の気持ちです。つままるじゃん。確かに。猫の気持ちはちょっとなんか強くないこれ。そうですか。ああ、座りて。もう呼吸できない。ノーコメントだし。はい。なしで、なしでいきますよ。よろしい。呼吸できない虫さんでした。真っ赤かで。なんかね、洗濯物って動きるのか分かる。洗濯物ですか。つままれてるって感じですかね。ということで上田先生をちょっとだけお休みください。はい。すでに寝落ちしてました。はい。じゃあ5分経ちましたのでカッピングを取っていきたいと思います。アララですか、背中は。アララですね。意外と右側とかの方が、肩はでも左かな、うん、いい感じに赤くなりました。なりましたね。以上です。じゃあ次、首の針をしていきますね。右ひどいですね、これ。これ痛いですもんね。なんか、ナイフ持ってた。ナイフは持ってない、僕の指です。ってた。はい、何だろう、突っ込んでた。ゼッカに入れた。結構キャンプか。上田先生が手を挙げている。歯医者さんのシステムで
ダメなとこばっかりです。ああ。これで一旦お休みください。じゃあ針の方抜いていきますね。はい。ちょっと緩みましたね。抜ける感じが柔らかい。いいね。途中で記憶が飛んだ。本当ですか。飛んだ。記憶が。結構歌ってました今日は。歌ってた。歌ってました。斉藤先生はダララも出たし、ね。ダララ出てましたね。あれ2年前のヒット曲でしょ。2年前。もう丸1個つくぐらいじゃないですか。本当。あちちは5年ぐらい前です、ね。ええ、もう多分もうそれに10足すぐらいだと思いますから。本当そんなに経った。そんなに寝てたんだ俺。そんなね、そんな寝てたらやばいですけど。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、上田先生、最初にちょっとチェックさせていただいた首の動き見ていきましょう。はい、はい、じゃまず、倒していただいて、倒すのはこれはできてましたね。はい、後ろがいかなかったと思うんですけど、後ろちょっと倒してみましょうか。おお、だいぶ曲がりますね。おお、全然いくわ。そうです、いい感じに、肩もスッと動きますね。動きますね。何よりなんか、いい位置にいい位置に、確かにいい位置に落ち着いてると思います。うん、はい。じゃあ首を今度右にひねってみると、左にひねってみると同じようになります。むしろこっちの方が行くぐらいですか、ね。はい。そうですね。最初にカチッとなってる感じは。先生の肩見えます。あ、いいですね。最初見えなかったですか、ね。見える。すごい。いい感じ。すごい。ドカン。あ、めちゃめちゃスッキリしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこの施術って普通の治療コースみたいなのを受けられる？あ、もちろん、はい、はい。首肩のメンテナンスコース用意しているので、はい。はい。じゃあちょっと概要欄に問い合わせを貼っておきますので、あとケアしたい方はですね、はい、最後、両国にいますので、はい。あと、フットサルとかサッカーとかスポーツやってるのがね、すごくいいかもしれないですね。はい、そうですね。はい。しっかり見てくれると思います。ちょっと無言の攻めがあります、ね。追い込み。追い込む。アスリートだ。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、他にもですね、施術動画ですとか、セルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。男性はでも基本的にいやらしいことを考えちゃう生き物らしいですよ。へぇー。そう。何回だった？ちょっと数字忘れちゃったんですけど。何秒かに1回考えてるみたいな感じがしたね。98% 考えてますね。98% こんなに 2% で食べて仕事になる。 98% の煩悩ですね。煩悩。